どうも、フィッシャーのシュウです。モトキ。今年、握力鍛えてるじゃないですか。鍛えてる鍛えてる。今年シリーズっていうのが僕らやってましてですね。うん。今年は僕やってないんだけど、うん。前年度、握力を70までに鍛え上げると。うん。そういったね、ちょっと縛りをつけたんですよ。今年は今、モトキがやってる途中なのよ。うん。で、今かなり握力も上がってる最中なんですが、いい感じ。年末になったら70キロあるかどうかが分かると。そうね。アスレチックしかもやってるじゃん。やってる。あれって握る力とか結構いるのよ。そうなんだよね。全体重を支えてるわけですから。うん。結構握力っていうのがついてきたと。うん。YouTube やってると、いろんな流行りの商品みたいなのがあるんですけど、はい。こんなの見つけたんで買ってきました。うん。落とさず持っていられるかチャレンジ。サプライズニョロニョロ棒。あれ？持てない？赤の部分見てください。YouTuber や SNS で話題のサプライズのニョロニョロ棒。はい。こんなのを買ってきました。これ説明すると、うん、いろんな YouTuber さんやってるんですけど、持てないらしいのよ。力入れれば入れるほどニュンってなるらしい。ニョロニョロ棒っていうらしいんですけど、うん、絶対に持てないから、じゃあ持ちたいと。そらそうだ。握力70。だいぶある方なんですよ。COC っていうキャプテンオブクラッシュ。そうですね。ハンドグリップの中ではすごい有名なやつなんですけど、クレジットカード持ちってのがあるんですよ。あるね。すごいわかりやすく言うと、手ちっちゃい人とかいるじゃん。うん。で、俺ちっちゃいから持てないのよ、全然。それをクレジットカードの幅ぐらいに一回自分で調整してから握り込むと。それで COC の 1.5 を握れたんですよ。そのくらいまで全盛期はめちゃくちゃ鍛えたんですよ。うん。あんまり大げさに変わることって握力ないと思うんですけど、鍛えれば鍛えることマジで上がるのよ。ね。そう。やったことない人はやるとかなり上がるのよ。なんか気持ち生活しやすくなった気はする。まあ、とにかく握ることについてちょっと自信ついてきたの。はい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 。この、ニョロニョロ棒、動画で出してる人って、うん、普通に握れるかどうかっていうことを取り上げてるわけ。はい。握ることに対してだいぶトレーニング積んだ人が、これなら、モテるんじゃねえかな。お！ということで、握力70の人間がこれ握れるのかっていうのを今日やりたいと思います。やったぜ。はい。握力70いった時のね動画ありますわね。そちらもね一応あのちょっとのワンシーンだけどうぞ。いったね。俺らのこの中で誰かこれに近づこう。任せた視力お願いします。いったー。はい、こんな感じです。ちゃんとね握れました。うん、うん、あの時よりかはちょっとさすがに落ちてるけど、うんうん、それでも多分まだ全然ある方だから、うん、握っていきましょう。よし、じゃあ開けますね。気持ち悪い。へぇ、ちょっと全部出すわ。もうほい。はい、破損の恐れとかもあるのでこんだけ買いました。握りつぶしちゃうかもしんないからね。俺は面白いところはですよ、はい、このままだったら持てんだよ。ほんとだね。なのに急に持てなくなるんですよ。そんなことある。開けよう。はい、いっぱい出てきました。これが、つかめないらしいんですよ。そんなわけ。俺から言っていいっすか。いいっすよ。もうすでに僕70クリアしてる人間なんで。ええ、いきますよ。やっちゃってください。こう握れないらしいんだよね。ほう。こうは、もう余裕でしょ。いけんじゃん。いくよ。はい。え？いや、握れてるじゃん。え？握れました。握れるよ。握れる。全然握れるじゃん。握れるよ。え、握れるじゃん。握れるじゃん。握りづらくはあるかもしれない。ちょっと楽しい。ちょっと楽しい。本気やる、本気で。握れとるよ。握れてるわ。正真正銘握れてるでしょ。結構ちゃんとパワー出してますけど今。握るときに、指の先端を中に食い込めると簡単にできるのよ。こう握ろう。囲うように。あ、いいでしょう。覆うように握る。これ結構むずい。もう、こういうことでしょ。別に食い込んでない。別に食い込んでないわ。うん、持ってた。持てんねそんな食い込んでないし。だよね。これじゃもう、こう。あ、難しいかも。全然持てるやん。こんにちは。僕、ニョロニョロ棒、握れるかな？別の遊び見つけちゃったじゃん。
揺らしながら持ったら難しい。それこっちの努力じゃない。待って、でも俺安定して持っててニョロニョロ棒持つ才能に溢れてんのかもしんね。アンチニョロニョロ棒フルパワーで握ってみていい？いいよ。全力で握りまーす。せーの。完全に保持。聞きたいんだけど。あ、はい。握れてる？定義聞きたいんだけど。握るって何？握るに対しての定義が曖昧だからおかしいんだよ。あ、確かに確かに。それを調べよう、一回。あ、見つけました。お、なんて書いてあります？握るとは、手の指を揃えて内側に隙間を残らないように曲げること、物をその中に保つことを言う。要するに指を揃えます。はい。曲げて中に空洞を作らないことを握ると言います。なるほど。そしてその状態で物を手に持ち保つことを握る、または持つ。いきますよ。揃えます、置きます、握ります。いや、空間ないよ。おや？難しい。お、揃えました。置きます。握ります。お、これはちょっとむずいわ。握れないじゃん。ここ揃えるんだ。そして、おー、わかったぞ。握るということの定義をまず学ぼう。なるほどね。俺らは勘違いしていたんだな。握るってことを知ってなかった。なるほど。ここが空いてる時点ダメなんだ。そういうことか。そうか。なんだ。握るとわしづかみって違うわ。おー、これはわしづかみになるから、あ、握るじゃないの。急に難くなったよね。うん、確かに。あー、むずい。握るという意味を分かるとこれ無理だわ。学んだな。置く。あ、握り込んだ。はい。あ、ダメだわ。握るってなんだろうって考えたことなかったの。なかったよね。うん。ミサイル発射。あっ、うれ。くせえ、くせえ、くせえ、あの、洗濯機の奥みたいなやつ。くえ、中にすごい、ごめんなさい、中にね、ほら、すごい、ほら、ラメがいっぱい。はい、指揃えます。モテてる。これ握力70あるとモテるわ。コツ掴んだわ。持ってて。やったー。これ絶対に持てないってわけじゃないのかもね。瞬発だわ。ふっ。ほら。ほら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 。これが握るってことだよ。4本同時に握ることに成功した。ほら。これ、うん、握りつぶすだと。あ、これ違うの。握るはそこまでぐちゃっとしない。めちゃくちゃモテてる。筋トレの動画。片付けたいんだけど。お母さんに片付けなさいって言われた時に困るおもちゃランキング1が。そうだね。一応モテますね。持ちづらいは持ちづらいわ。えらい持ちづらい。それは言える。ニョロニョロ棒のチャレンジは、横で揺らしても縦で揺らしてもどっちでも持ててる時はクリアかもしれない。なるほどね。指は揃える。はい。中に隙も作らない。うん。これでクリアかも。うん、できないわ。本当にできなくない？うん。嘘じゃねえんだ。嘘は言ってねえな。俺らが勘違いしてただけかも。そうだね。ピチピチピチ。うん、何してんね。うわぁ、臭っ。中の液体も嗅いでみたくね。そこお兄さん気になっちゃいます。解剖の時間だ。いくぞ。いいよ。いやー、うわー、あー、なんだこの汁。うい、抜け殻だ。匂い嗅いでみよう。脱脂の匂い。これちょっと握りつぶせるかな。プシューンっつって。いけるか。結構柔らかいなこれ。くそがー。うん、逃がさねえぞ。これいけ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 。ふぅ、頑張れ。ふぅ、すごいすごいすごい。これ逃げすぎて、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 逃げ
ありがとう。ツイッターやセカンダリーもぜひフォローしてみてね。いろんな活動もしてますので、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。アデュー。